私のケーキをデコらないといけないらしいね。黒い砂糖衣もマストだよね。始めようか。難しいことはないっしょ。ケーキの周りに沿って同じような動きを繰り返して、円が完成したら線を入れる。ど真ん中にね。もう一本は別の方向に。お次は対角線上に。びっくりするほど簡単。できたら短い線をつなげて。小さい円を描いたらクモの巣みたいでしょ。クモの巣が完成。あとは外側の境。簡単な作業だよ。小さい渦を作るだけ。ケーキの端に沿ってぐるりと一周。黒い砂糖衣が切れちゃった。黒いクッキーに切り替えよう。粉々にしてケーキの上からまぶすんだ。いい感じに仕上げないと。このケーキはダークさが足りないね。食用の黒いスプレーを使おうか。ああ、いいにいただきた。げえ、このケーキやばいね。ダーク電気、私が直してあげよう。カラフルなマシュマロでケーキの周りにトッピング。かわいい。まだ何か足りない。カラフルなキャンディーとかさ、虹色のスプリンクル。うん、これで半分は鮮やかになったね。ケーキは色があった方がいいでしょ。え、いいニット、私のケーキが台無しじゃん。ちょっと、改善しただけでしょ。そこまで。ケーキの装飾で喧嘩はダメよ。二人とももう少しやりごたえのある課題が必要みたいね。うわわあ、チャレンジに送られたみたい。そうよ、今回はケーキ装飾チャレンジなの。みんな、このドレスどうかしら。フリフリなのよ。わあ、いいと思いますよ。いい、それだけ。いいわ、チャレンジを始めましょう。まずはドレスチャレンジよ。うわー、マシュマロ、すでに楽しくなってきた。忌まわしいふわふわのお菓子、私の雰囲気に合わせて変えないと。用意した黒いフォンダンの形を整えよう。まずはドレスの形にして。基本形ができたから細かい部分を作っていこう。割り箸が便利なんだ。別の色を用意して、必要な形に形成していこう。量は必要ないからナイフで切り落とす。よし、これくらいでいいかな。形を整えよう。下の部分をこんな感じにして、さっき用意した黒いドレスに固定。次にベスト用にもフォンダンが必要だね。こっちにも型を作ってるみたいな感じ。ボタンを加えて生地に質感を出していこう。いい感じ。次に白いフォンダンを用意して、大きく薄く伸ばしていくよ。次にカッターで切り込みを入れて切り取ろう。扱いづらいから動かないようしっかり固定すること。よし、白い襟の完成。皮膚の色のフォンダンを形にしていくよ。円柱状にね。またカッターを取り出して、腕、手、指を作っていこう。次にバラバラの腕に袖を固定して、袖口は白、シャツだからね。腕を胴体に固定しよう。腕は組んだ状態で様になってるでしょ。頭部は自分で作らずに人形から拝借。おいで、ケーキに突き刺してあげる。完璧。あとは忌まわしいマシュマロを追加するだけ。串刺しにできるのはせめてものすくい。楽しいもん。空いた隙間をマシュマロで埋めたら完成。うん、何かが欠けてる気がする。そうだ、食用の黒いスプレーを使おう。うん、このドレスは着るのが一苦労だわ。袖口がね。ラン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 、どうしようかな。選択肢がいっぱい。自然にインスピレーションが降りてくるのを待とう。うわ、チュールが引っかかっちゃった。もううざ。さて、作業をやめて。どうして爪に刺さってるの。時間切れ。出来上がったものを見せて。好みほどダークではないですけど、これが完成品。もちろんテーマに沿ってマシュマロを使用。私ったらダメね、このドレスにメガネなんて。さて、作品を見せてもらいましょうか。ああ、ちゃんと確認するためにはメガネが必要ね。あら、素敵。かわいいわね。かわいくないです、闇の化身なんで。ココア用意しました。ダメよ、悪いけど認めないわ。勝者ウェンズデー。もちろんだよね、分かりきってたもん。素晴らしい作品だわ。嬉しくなっちゃった。うわ、
おいえい、聞いてちょうだい、このビート。ちょっとネズミ、全然面白くない。次のチャレンジはどうなってんの。消えなさいネズミめ。よし、本題、テーマはネズミにしましょう。ネズミ、マジ、どうしたらいいんだろう。材料はこちらよ。思いついた。このチーズはお役ごめん、もっといいものがあるの。カビたブルーチーズの強烈な匂い。まあ、臭いチーズで頑張ってよ。私も作業開始。さて、チーズ色のフォンダンを用意したよ。始めよう。よくこねて柔らかくしよう。次に綿棒で伸ばす。チーズじゃなくてフォンダンを薄くするんだ。型を使ってフォンダンから円をくり抜くよ。完璧な丸。真ん中の部分を取り除いたら、よし、いろんな大きさの型でいろんな大きさの穴を作ろう。次に円をチーズの上に飾って。ほら、いいわね。次は砂糖衣で線を引いて、端に沿って細い線を走らせるの。丸の端もなぞってね。小さい丸も大きい丸も全部。よし、やん、アニメ風チーズって感じ。まだ完成じゃないよ。再び砂糖衣登場。薄い色の黄色でドットを描いて。次は線を加えようか。まっすぐな線にしたいから慎重に。これでいいかな。奥行きが出たね。やん、こんなにうまくいくなんて信じらんない。ああ、相変わらずのウェンズで黒と灰色だね。わあ、私すっごく早く終わったみたい。あんたが綿棒を独り占めするからでしょ。さて、ブルーチーズに黒いフォンダンをかけて完成。害虫に捧げるブラックチーズ。あら、味見していいの。喜んで。さあ、いただくわね。面白い見た目のケーキね。一口食べてみましょう。ぜひ、どうぞ。カビたチーズ。いたずらはダメよ。ウェンズデー退場。じゃあね、ウェンズデー。また後で。今のはちょっと怖かったね。うわ、誰？ウェンズデーだよ。そうなんだ。よし、ウェンズデーが戻ってきたところで再開しましょう。物をかき混ぜるしか脳がないの。何この匂い。大変、燃えてる。ダメよ、ダメ、止まって。どうしよう。苦しくなってきた。大変、この状況はまずすぎるわ。ポップイット、これで心落ち着かせて。あら、そうだ、ポップイットは二人にぴったりだわ。任せてください、シェフ。はい、ケーキの土台は提供するわ。ポップイットをどう使うべきか。この腕は使えない。スカルがあるけど、この目玉は使えそう。うげー、ケーキに目玉を乗せるなんてありえない。ウェンズデー基準でもやばいよ。私はもっと楽しい感じにしよっと。必要なのはホワイトチョコとクリームのみ。2つを混ぜた液をシリコンの型に流して。半円だからすぐいっぱいになるよ。次のステップ、着色料。いろんな色を数滴ずつ入れるね。そしたら用紙でよく混ぜて。完全に混ぜなくても OK。 渦巻き模様にするんだ。鮮やかな色が気に入っちゃった。全部準備できたら冷凍庫で固める。じゃん、準備万端だよ。あとはケーキの上に並べるだけ。食用の虹色のポップイットみたいでしょ。しつこい日ね。もうどうして消えないの。ポップイット、こんなの使えない。少し散歩にでも出ようかしら。あと数個目玉を飾ったら完成。よし、思い描いた通り。あら、この場所ボロボロね。誰か火事でも起こしたみたい。さて、ケーキを見せてちょうだい。どうぞ。思わず押したくなるカラフルケーキ。比喩的にですけど。いいわね、いいにど。はあ、あんな子供魂がいいって。私の力を見せてやる。魂をも見抜く私のケーキ。うげえ、ウェンズデー、やりすぎだよ。やっぱり二人とも頑張ったと思うわ。やった、引き分けだね。勝者はあんたのケーキを見なくて済んだスカルだけだよ。そう。青はいける？着こなせるかしら？
うわ、どこから湧いてきたのかしら。げえ、鮮やかすぎ。無理、吐きそう。ごめんなさいね。だけど思いついたわ。テーマは虹。無理、吐く。あれ、言っちゃった。私は虹で問題ないですよ。本当に虹で吐き気がするから出て行っちゃったの。先生、虹に侵されて虹を作れなんて言われて。お気に入りのカラフルなフォンダンから始めよう。求める色になるまでこねるんだ。おお、近づいてきたね。フォンダンって結構伸びるね。楽しい素材、気に入っちゃった。よし、いろんな色を用意したよ。形を作っていかないとね。色の塊じゃなくて長い紐が必要なんだ。虹を作るにはこの方法が一番。まとめて横にしたら虹のアーチ型を作っていこう。やん、すでに可愛い。鋭いカッターで余分な部分を切り落として、ケーキを用意。よし、背の高いケーキだね。レインボーケーキにぴったり。うわー、大きなケーキね。よし、虹を用意したよ。一般的な色とは違うけど可愛いでしょ。ケーキのてっぺんに飾り付けよう。次は白いフォンダンを用意して雲を作るんだ。指で形を整えたら簡単に作れるよ。やん、超かわいい仕上がり。あとはちょうどいい場所に装飾して、再び白いフォンダン、これは伸ばしていくね。形を切り出せるようにペタンコにするんだ。用意したカッターでゆっくり切って、カーブが滑らかで均等になるようにユニコーンのシルエットを作ったんだ。飾り付けよう。細部を加えるだけでだいぶ変わってくるんだよ。外側をなぞれば形がよりはっきりするでしょ。派手なユニコーンなら目立ちたいもんね。あともう一息で次のステップ。顎の残りの部分も忘れないように。目には長い綺麗なまつげ。次は私の好きな部分、ユニコーンの型紙だよ。超カラフルにするんだ。一番のポイントも忘れちゃダメだよね。角。さらにフォンダンを用意して、まだ続くよ。これで十分かな。クッキーの型を用意したんだ。たくさん星を作ったら周りを取り除いて。よし、もっと可愛くしないと。ラメラメだよ。食用グリッターって楽しいよね。フォンダンの色に合わせて金色なの。ケーキの側面に固定していこう。バランスを取るためにこっちにもつけようかな。キラキラのお星様、最高だね。もちろんユニコーンと虹もあるよ。ふわふわの雲もね。よし、ケーキが完成。あら、いいニッド、素敵なケーキね。ウェンズデー、解決策がある。このグラサンをかければ色がわからなくなる。色を見なくていいって、貸して。ぴったり、落ち着いてきたよ。治療ありがとう。虹に囲まれても頑張って。ああ、戻ったんだ。サングラスをかけてるのかな。なんか変なことになってるわね。まあ放っておきましょう。勝者を発表しないとね。どれどれ、勝者はウェンズデー。冗談、ケーキを作ってすらないものね。もちろんイーニッドの勝ちよ。やった、ユニコーンと虹最強。最後のケーキはどうしようかしら。そうだ、自分たちをテーマにしたら。え、私たち本当に。チャレンジの内容は協力してケーキを作ること。簡単にはいかなそうだね。道具はあるよ、準備は万端だね。ぐちぐち言うのはやめ、始めよう。カラフルなクレヨンって楽しいよね。クレヨンなんか必要なし、鉛筆で十分。好きなようにして、私はカップケーキを描こう。二人とも方向性が違うみたいね。どんな風になるか楽しみだわ。よし、デザインは出来上がったよ。私のもカラフルなんだ。まあ誰も驚かないとは思うけど。まずはチョコの板を用意して。うわ、おいしそう。私は生クリームから。必要なのはフライパンと熱。フライパンを熱してチョコチップを溶かす。これで十分かな。チョコが焦げないように混ぜ続けるんだ。これで十分かな。しっかり溶けたら熱はもう不要。ボールというか巨大な型に流し込む。チョコはしっかり固めること。型からチョコを出してみよう。割れないように慎重に。よし、型から外れた。チョコボールが完成。はい、いいにどう。
あとは任せた。ありがとう親友。このボールをお菓子でいっぱいにするよ。私の好きなレインボーのマシュマロとかでね。あとは約束通り生クリーム、マシュマロの上にかけるね。ちょっと味見。次はピーナッツ入りチョコ、生クリームの上からのせるんだ。色鮮やか、綺麗だね。よし、これで十分かな。ウェンズでよろしく。待機する間、もう一つ半球を作ったよ。すごい、すっぽりハマっちゃったね。あら、本当に協力できてるみたいね。ねえウェンズで、ライターで何してるの？チョコに穴を開けるために針金を熱してるんだって。花火を設置したら点火。そろそろ燃える頃かな。よし、火ってのはいいよね。やった、キラキラだね。お祝いって感じ。え、爆発するの？いや、バーン。あー、もういや。ふう、何も起こらなかったようね。面白いわ。なんて、いいにどう、このフォーク使って。ありがとうウェンズで、早速食べよう。チョコを割るのって楽しい。自分の作ったチョコをやっと食べられる。私も。うん、滑らかで甘い。生クリーム、キャンディ、マシュマロもいってみよう。協力できるということを証明できたわね。二人とも勝者よ。おめでとう。ああ、そっか、ハグは NG ね。忘れてた。うん、ピンク、これでよしと。いけ、ブラックだろう。ピンク、ブラック、ピンク、ブラック。わ、めっちゃチカチカ、私たちのせい。でかー、世界を壊しちゃったき。うわー、何が起こったの？何この変な状況。さて、中身は何かな。うん、パンケーキの材料。わ、俺もグレードアップする方法があるんだ。ちょっとシェイクして、完成。美味しそうなパンケーキ、ふわふわでピンク、いただきます。生クリームとパンケーキって最高。あー、激うま。俺の番かな。俺も振ってみようっと。パンケーキを食べるのが待ちきれないぜ。はあ、もっとシェイクすればいいのかな。もっと頑張っちゃうもんね。うげ、ぐしゃぐしゃじゃん。わあ、何かが確実に間違ってるね。よし、もっとシェイクするしかないだろう。シェイクじゃ十分じゃないかもな。何かプラスでゴム製木槌、パンケーキをお願いします。ねえ、振るの手伝ってよ。これで大丈夫なはずでしょう。よし、うまくいった。パンケーキ、うまい。ブラックパンケーキ、ブラックパンケーキの美しい塔。しかも見ろよ、欲しい。はい。うん、このピンクシロップ絶対美味しいでしょう。ちょっとだけだ、かけすぎ注意。だが、まずか、俺の黒パンケーキ。3人だったね、ニック。でも見て、余計なシロップを吸い込んであげるね。うまくいってるみたいだね。わあ、俺のパンケーキ消えちゃった。あー、ごめん、今のは完全私のせいだ。ごめん、どうにもなんないよ。よし、次は何かな。寿司、寿司最高。俺のはブラック寿司、美味しそう。よし、まずは箸だね。グリップは完璧、寿司いただきます。おっと、落としちゃった。もう一回。よし、そうさ、俺は箸のプロ。ダメ、持ち方を変えればいいんだよ。楽勝、慎重に慎重に。あー、床に落ちちゃった。串刺しスタイルにするしかないな。俺の寿司、寿司を食べたいだけなのに。よし、落ち着いて、まだ一つある。
いけるよニック、信じてる。今回はうまくいく気がする。よし、口まで持っていって。マジか、任せろ寿司。やった、成功だね、ナイスキャッチ。次は私の番。違う方法を試してみようかな。このナプキンを少し広げて丸めるんだ。さらに丸めて、そしたら箸の間に入れます。輪ゴムがあれば完璧、ぴったり完成。寿司タイムだよ。そっか、タレ試してみるか。投入。わー、激うま。食べてみて。慎重に慎重に。わー、ごめん。わー、チョコレートファウンテンだ。あー、溶けたチョコレート最高。これ絶対うまいよな、もうわかるもん。さて何が入ってるかな。は、肉。パストラミじゃない。俺ブラックベリー。絶対チョコと合うじゃん。チョコレートファウンテンに投入。これこれ、やっぱりチョコ最高。一つくらい試してみるか。超マジかよ、ダメ、入れんなよ。お前のはチョコと合わないって。不公平だな。何か方法があるはず。これを試してみようかな。ふざけんなよ、見えないとでも思うか。別の方法を試してみよう。後ろからこっそり近づいて。ダメ、これもうまくいかない。見てない隙に、今がチャンス。チョコに投入。それではお味見。あー、チョコうま。よし、ベリー救出。ファウンテンにはもっと肉が必要じゃない。何するんだよ、やめろ。肉投入。よし、肉とチョコの融合。ファウンテンをブロックしちゃったじゃん。爆発するんじゃね。わー、チョコがそこら中に。チョコと肉。よし、これ回収するね。肉に裏切られるなんて。何か匂うね。私の嫌いな匂い。とりあえず開けてみようっと。ヌテラ最高。お前も開けろよ。開けたくはないけど。おげー、何これ、キャビア。残念だったな。では俺はヌテラをオープン。クラッカーにつけて。あー、ヌテラはこれくらいないと。ヘーゼルナッツとチョコ、うますぎて耐えられない。もっと欲しい、全部。美味しそう、我慢できない。なんで私のはヌテラじゃないの。二刀流。見てられないけど目が離せない。ヌテラ全部食ってやる、完食で。マジかよ、空っぽ。全部食べちゃった。空の入れ物ちょうだい。ここに温かいお茶を入れて、上までいっぱいに。そしたら蓋をしてシェイク。これで10分かしら。急にフランス人。ヌテラティー完成。これお前に返す。おー、セッポーン。
そしたら私の番、ちょっと小道具を駆使して食べてみるきゃない。うぎまず、キモいし、こちゃ。最後の挑戦。わ、ケーキ。私のはピンクのパン、いちご生クリーム。いただきます。中身を見てよ、最高。てかさ、食器とかいらなくね。素手で行かせてもらうわ。あー、激うま。いくらでも食える。じゃあ私のバンドにさらに美味しくさせちゃおう。ちょっと手を加えて。すげー、物が飛んでくるんだけど。じゃん、私の最高傑作。うん、頭にイチゴが。おお、イチゴとクリームのサンドイッチ、美味しそうだし綺麗。いただきます。あー、想像通り超美味しい。確かにうまそうだな。思い違いだった、まずい、最悪。ゴール目前でこれか、惜しかったな。あー、退屈だ。退屈。今日は何も面白いことがない。あー、携帯が使える。あー、髪が、やだ、気持ち悪い。信じられないよ。うわ、誰だお前は。あんたこそ誰よ。どうも。何、フードチャレンジ。いいじゃないか、出番だ。私だって。じゃあ始めよう。爪いいでしょ。僕は牙が命だ。なんだこれ、見て。いや、これを見てくれ、巨大な目玉だ。しかもお菓子だ。やったね。こっちの方がいいもんね。何かしら。わあ、いいじゃない。じゃあ早速いただきます。ピリッとする。わあ、おいしいね。あ、鏡見た方がいいんじゃない。え、なんで。ちょっと、何この肌、耳も、最悪よ。かなり面白いと思うよ。え、スイッチするの。やった、いいじゃない、召し上がれ。マジか、しょうがない。こっから楽しくなるわよ。わあ、でかい、ふにゃふにゃだしね。味はって何あれ。うまくいくかどうか見てみよう。味の特徴を変える。いいね、味見の時間だ。乾杯。悪くない味だ。あー、頭が。俺の牙は。あー、なんたること。まあ、私には関係ないし。いくよ、チェリー味、これはうまい。全部食べられちゃう。おい、顔見てみろよ、全部消えたよ。あー、ニキビないじゃん、可愛い私に戻った。やってみたら。よし、渡してくれ。頼むぞ、目玉。ありがとう。よし、これはいい。がっつりと効果出てきたよ。牙戻った、尖ってる。すごい、よかったよ。もっと食べちゃう。ほっとした。綺麗でいたいからね。いくぞ。好きな色、血の赤。うわ、すごい量のガムね。これはどうするのかしら。見てみよう、面白い形だね。これは美味しい。最高の日だよ。お化粧も直さないとね。バブルガムピンクよ。
キスしたくなっちゃう。準備万端よ。見てよこれ。あとは正しく整形できれば。うわあ、手先が器用だな。そしてピンクの唇、きっといい香りがするんだろうな。もうベトベトしすぎ。平らにしたいのに。もうイライラする。ああ、あの怒りに満ちた唇にキスしたい。私はただ、近すぎるわよ。やめてよ。他に選択肢がないわ。どうぞ。うん、柔らかい。気持ちよかったんでしょ。いやん、唇の形よ。ほら見て、偶然の産物ってやつ、うん、ちょっと待ってくれ、うん、考えてみよう、うん、他にどんな形のパーツを作れるんだろう。そうか、わかったぞ。何で作ろうかな。キャンドルのロウを使おう。よし。ふぅ、何してんの。大丈夫。ごめん、聞こえないよ。耳がちょっと忙しくて。完璧だよ。これを有効活用するんだ。液体も十分にあるし。血の赤が好きなんだ。でも固まる前に、ほら、棒についた耳、賢いだろ。これでもっと聞こえちゃうね。わあ、じゃあこれも棒につけてみようかな。棒付きリップ、素敵。味も美味しいわ。美味しそう。うん、これは素晴らしい。うん、美味しいわ。うん、ごちそうさま。なんというごちそうだ。私も大満足。美味しかったわ。間違いない。このフィルターかわいい。あれ、ねえ、どうしたの。ちょっと、なんか嫌な予感。ちょっと、ねえ、どうしちゃったのよ。なんだよ。どうしたんだよ。ジュース飲んでただけなのに。あ、思ってたのとは違うわね。とにかく、なんだこれ、おやつみたいだな。どれどれ。うん、これは果物。うん、これはどうかな。スイッチする。こっちの方がいいわね。投稿しちゃおう。とても素敵な色だ。味もいい。うん、まあいい感じ。見て。ジューシー。口の中でとろける。いや、まあとにかく美味しい。あ、食べないの。変な感じ。あっという間に食べちゃったよ。胃が。まだ写真を撮ってるのか。これはなんだ。こんなの見たことない。一体なんだろう。わあ、気持ち悪い。わかってる、写真を撮ってよ。本当に。わかった。はい、うんうん、いい感じ。真剣な表情で。かわいい。じゃあ一つだけ選んで。え、キモ。え、見せてよ。うん、ああいいね。マジで何も見えないじゃないの。ありがとう。え、本当に。国々だな。うん、気に入った。ああ、うん、黒いリコリスの味がする。うん、もちもちだ。うん、指に挨拶は。何それ、早速食べようかしら。これは上品すぎる気がする。素手でいっちゃおう。うん、とっても甘い。酸味もあるわね。今までで食べた中で最高のケーキよ。美味しすぎる。砂糖天国よ。わあ、思いっきりいっちゃってるな。呼吸を忘れずに。わかってるわよ。悪いね。うん、もう口出ししないよ。お腹が空いてしょうがないわ。俺もだよ。いや、あいつはダメだ。お腹が鳴りやまないわ。もう耐えられない。中に眠るシェフを呼び覚ます時だな。任しとけ。え、何？
わお、何これ。ディナーだよ。心配しないで、ブレンドするから。母のレシピなんだ、見といてくれよ。うわ、吐き気がする。最高の色じゃないか。きっと気に入ると思うよ。ちょうどいい具合に料理するから見ていてくれ。プレゼンテーションが滑るだ。さあ始めよう。いい感じだ。ここはちょっと難しいけど、ほら、僕の思い通りだ。長い蜘蛛の足のように。あー、気持ち悪くなってきた。え、ちょっと待ってよ。私のバッグ、最高のアイディアがある。必要なものは全て入ってるし。いってらっしゃい。ちょっとだけブルーが欲しいんだ。赤も入れなきゃね。黄色もあるわ。しっかり混ぜるわよ。フリフリしちゃうわよ。イエーイ、準備完了。朝飯前よ。私のは可愛いわよ。このホットプレートには蜘蛛の足はない。ほぼ準備完了。じゃーん、見て。わー、さあ美味しくいただく時間だ。うん、悪くない。見て。うん、これはツボにはまった。お腹も大満足よ。パーティー絶対盛り上がるよ。もっとキラキラさせた方がいい。いいこと思いついた。紙吹雪、楽しいでしょ。あれ、いやー、わー、おー、ピンク VS ブラックチャレンジやってきました。私からいくね。じゃーん、こんなの見たことない。でも綺麗。あれ、聞こえる？かわいい音。開けらんない。私のは何かな。わー、消えてるといいな。では乾杯。いただきます。うん、濃厚チョコレート。ねえ、ちょっと実験してみない。はじめにここに飲み物を注ぐの。いっぱい入れるね。よし、次はピンクのスプリンクル、ブリトニーの出番と言いつつ、私がやらせていただくね。ちょっと手を加えて2つに。はい、どうぞ。準備 OK。 いただきます。おいしい。ちょっと全部飲まないでよ。もっと早く吸わないと。どっちが先に飲み終わるかな。もうすぐだよ。勝負といきますか。かかってこい。はぁ、バトル開始まで3、2、1、はじめ。なりふり構わず行くよ。うおお、足元注意。かわしてやるもんね。はあ、待って、あれっているか。やっちゃう。もちろんでしょ。うわあ、楽勝だったな。うおお、このラウンドはブラックの勝ちだったぞ。応援してくださった皆さんに感謝します。うわー、ありがとうございます。もう照れちゃうんだから。巨大なチョコバーに勝る報酬はないよね。クレア、起きて。え、現実じゃなかったの。どうして起こしたの。もうお先にどうぞ。お先にどうぞ。そっちから、そっち。しょうがないな。うわー、本物のミミズじゃないよね。砂糖がまぶしてあるもん。うわー、長い。砂糖は多ければ多いほどよし。おいしそうね。リコリス味。もっとガツガツいっちゃおう。
完璧。こっちは？うわ、これ超かわいい。トロル大好き。私も。でもどうやって？ああ、キャンディーホルダーなんだ。全部私の。うわ、紙。もっと食べてみるわね。これすごい。フレッシュなお花、気分最高。全部これのおかげ。私のがつまんなく感じられてきた。でも超いいこと思いついちゃった。これ紙みたいでしょね。よし、やっちゃおう。イエーイ。いいね。どれくらいで十分かな。続けて。最後の一本完成。どうよ、甘くてカーリー。これでおやつがいつもそばに。ロックスターの気分。お腹すいたな。って時でもお手軽に。賢い。私も欲しい。わあ、ありがとう。本当に美味しいね。でしょ。もう少しもらうね。食べ始めたら止まんない。私の髪ってつい食べたくなるでしょ。うまあ、ほんとおいしい。やっぱ食べ過ぎたかも。なんで私の髪がまた伸びるよね。本物の髪じゃないんですけど。大丈夫、ちょっとごめん。なんか申し訳ないな。私のは素敵だからいいか。いい？わあ、いいね。私のはコーラ味。いきます。フリフリしちゃおう。結構な運動になるね。よし、私のは本当にうまくいった。冷たい。私のも溶ける前に食べた方がいいね。どれどれ、冷たそう。私のはいただきます。変なの、はあ、これマジ美味しい。最高。なんかパワフルな気分になってくるね。軽くなった感じ。マジで？すごいじゃん。他に何動かせるかな。これうまー。クレア、見える？さらにもう一つ。わあ、気をつけてよ。でかいの入ります。ぬりとにダメ。クレア、まあいいか。これ楽しいな。あれ、私まだ生きてる。ミラノ、一生やってられそう。私の小さなお友達って感じ。私のアイスが全部溶けちゃった。私の力はもうおしまいってこと。残念。じゃんけんぽん。私からね。キャー、小さいハート、スプリンクルも全部私のだよ。綺麗だね。うん、甘い匂い。スプーンなしで舌で食べちゃおう。わー、じゃあ次は私ね。キャビア？魚の卵だよね。食べたことないや。試してみるしかないよね。いただきます。わー、濃ゆい黒色だね。味も美味しいんだろうな。うまし。ひらめいた。最近読んだんだけどね。何？キャビアに水を加えたら魚になるの。まあ卵だしね。試してみよう。水を用意したよ。これで十分でしょ。キャビアを一さじ。いってらっしゃい。
なんか変わった？待つしかないんじゃない？なんか怒ってる。ピンクを加えてみよう。わあ、大きくなった。もうちょっと入れてみる？気に入ったみたいだね。実験は大成功。お魚さん、まずい。任せて、漁師クレア参上。じいちゃんと湖で過ごした経験が役立つね。ナイス投げ。引っかかった。いいんだ、魚じゃないじゃん。どんまい。下がってて、ちょっと危ないから。何か発見。捕まえてやろうじゃん。あ、引っかかってる。ぐるぐる回る。うん、美味しそう。ハンバーガーはとってもジューシーに見える。そしてこのケーキはマイルズ？ああ、ちょっとピンクのケーキやだ。僕はどちらかというとハンバーガー派なんだ。待ってて、見た目はいいわね。いや、これはいらない。ケーキ食べよう。ああ、マイルズ、何の用？喧嘩売ってんのか？ちょっと喧嘩しないで、やっつけてやるんだから。やめてよ、二人とも悪いでしょ。そっちがそうなら、残りは私が。うわ、なんだよここ。これも悪くないかもしれない。うん、そのうちわかるよ。よし、まず何からだ。見てみよう。お、ハンバーガーだ。ちょうどいいじゃん。見ろよ、うまそうすぎるよ。楽しませてもらうよ。あん、そうそう、とてもとても美味しいよ。あ、顔に何かついてる。あ、ちょっと待って、渡したいものがあるんだ。食べるので忙しいけど。え、もう終わり？うん、美味しかった。最高だったよ。よく噛んで食べてる。まあいいや、私の番。でもどうやって持てばいいの？あ、わかった、ペーパーを使えばいいんだ。ハンバーガーの上にペーパーを置く。それから箱を閉めて、ひっくり返したら箱を開け直すよ。あ、その手はどうしたの？ハンバーガー冷めちゃうよ。し、集中してんの。ハンバーガーの周りにペーパーを折りたたむ。そして箱から取り出す。上手にできた。汚れないし。待って、何かが足りない。え、今度はなんだ？なんでこっち見てんの？ソースがないの。ハンバーガーに何かつけたいの？俺に任せて、きっと気に入ると思うよ。どうなってるの？いいから見てて。感動しろっての？今すぐだ。こんにちは、何か美味しいものを探していると聞いたので。待てよ、もしかして裸か？見ないで。うわ、探していたのはこれだ。もう気分が良くなったよ。あら、シェフなのね。と思ったけど、気にしないで。君のスペシャルメニューちょうだいよ。問題ない、任せてください。見ててね。マヨの入ったボウルに。心配ないよ、始まったばっかだし。もっと使うからね、信じて、プロですから。絶対びっくりさせちゃうから。ケチャップを少し垂らして、いい味が出るんだ。そうそう、アーティストみたいだね。フリースタイル。あのさ、やってること見えてるよね。ねえ、ボウル。何を言っているんだ。そうか、狙いを定めないとね。こんなことは初めてだ。ちょっと恥ずかしいよ。普通に入れよっか。どう、料理はパフォーマンスアート。個性を台無しにしやがって。混ぜた方がいいね。スプーンをどっから取ったかは聞かないでね。時間はかからないはずだ。ふ、筋トレになるな。ゆっくりしててね、すぐにできるから。できたと思う。あなたのソースですよ、マダム。お口に合うといいのですが。どうぞ。おいしそう、ありがとう。ソース待ってたんだ。気に入ってもらえるかと。
待って、あのさ、気が変わった。冗談だろ。うん、俺が食べてみるよ。絶対うまいだろ。うん、なかなかいいね。レシピを教えてほしい、うん、今回はどうだろう。見てみよう。おー、ポテトチップスだ。やったね。どうしたの。開けられないんだ。私が先に行く。待って、いい考えがある。バッグの中に入ってるんだ。あ、ここにあった。いつもハサミは持ってるんだ。いつ必要になるかわかんないじゃん。何してるんだ。ポテチ開けてんの。当たり前でしょ。手が粉だらけになるのが嫌なんだ。だからさ、指守るの作ったの。なかなか賢いでしょ。見た目もいいしね。うん、おいしい。カリッカリ。うん、え、何、地震かなんか。うわー、てめー、くらえ。お前のせいだぞ。やば、変な音した。まあいいや、これで開けられる。へへ、全部俺のもんだ。うわ、うん、美味しそうだ。ジュリー、これを見てくれ。続けて、聞いてるから。特別なものにしたい。特別な材料があるんだ。俺の家族のレシピなんだ。チップの中に入れるよ。この色を見てよ。風味が増すんだよ。これで十分だ。今日収穫したんだぜ。トマトのみじん切りとたっぷりのチーズ、パパッと振りかける。どんどん良くなる。よだれ出てきた。傑作品。でも何かが足りない。わかった。ポテチくれる。うん、わかった。さあどうぞ。騙されたね。やめてよ、全部取らないで。次は気をつけるんだな。これを上から砕くんだ。私の最大の傑作品、全部食べちゃう。待てよ、マナーを守らなきゃ。一口ずつ。あん、素晴らしい。全部持っていった。絶対忘れない。私にもくれる。いや、食べ物の色は関係ない。黒でもピンクでも気にしない。大事なのは美味しいことだよね。お腹が空いてきたかな。楽しむこともお忘れなく。楽しい動画をお届けするよ。食べ物系チャレンジの時間だよ。準備はいい？もちろん。おお、ガムだ。見た目はいい。うわ、見てよ、大きい。それに美味しそうだ。うん、美味しい、うん、ちょっと待ってくれ。え、何よ。ガムレース1、2、3、5。負けるわけにはいかない。顎が痛くなってきた。あとどんくらい。続けるしかない。負けないぞ。集中するんだ。ゴールは近いぞ。勝ちはそこだ。そう思う？それはどうかな。やめろよ。いやいや、違うよ。ふふー、簡単すぎた。僕は最高だよ。ねえ、これ見てよ。きっと気に入ると思うよ。これを結びつけて。何やってんの。おお、興味深い。じゃじゃん、かわいいでしょ。おお、優しい気持ちになっちゃうよ。でも俺もできる。もう少しガムが必要だな。見ててよ。かなりクールだろ。努力する必要さえない。また一つ勝利が増えた。超いい気分。見てなさいよ。ちょっと待ってて。ガムならあるの。風船膨らますよ。見たこともないような大きなのにしちゃう。オーケー、かかってこい。俺はちょっと噛むだけだ。あ、噛み応えがある。もっと食べたい。口に全部入れなきゃ。いいかな。私の時間よ。風船タイム、いくぞ。ほら見て。そんなの普通。これを見ろ。どうやって。やるっけないわね。うるさくなるけど。ダメだ。やめて。ちょっとやりすぎてるかも。うわ、助けて。待って、それって私の勝ちってこと。やったね、私。そっちは大丈夫。バイバイ。次のラウンドの時間。うわ、チョコだ。
ダイエットが台無しだ。とても美味しそう。いや、これが最高だ。見てよ、早く試してみたい。うん、かなり大きいね。まあだからなんだって感じ。あん、そうそう、こう来なくちゃ。うまいよ、本当に。え、それがチョコレートの食べ方？見せてあげる。まず半分に割る。こんな感じで。見て、一口サイズだよ。簡単でしょ。待って、本当に？マジで？わかった。そんなに難しくないと思うよ。それで、こうやって話すの？うわ、二つに割れた。これにはどぎもを抜かれた。こうするんだよね。あん。あんた何なの？大丈夫よ、慌てないで、私に任せて。気分は良くなった？ありがとう先生。体調大丈夫？ちょっとショック受けちゃって。よし、もう一度確認しよう。チョコレートを一つ。一つ？了解。めまいがしてきた。見ててね。チョコレートを持って、そしてちょっとかじってみて。こんな感じで。そんなに難しくないよ。でもまだ終わっていない。きっと気に入ると思うよ。ウェハースが見える？それを二つにするんだ。じゃん、魔法みたいに。チョコレートは2倍、味も2倍。じゃ、食べるね。うわ、天才だね。試してみるよ、幸運を祈ってよ。ちょっとかじる、うん、おお、これは面白い。超楽しいよ。いつかは分かってくれると思ってた。私の役目は終わり。これでチョコレートを楽しむことができる。調子どう、マイルズ？かじるかじるかじる。どうだ。助けてくれてありがとう。君は最高だ。え、うん、どういたしまして。こうするしかないみたいね。これだけはしたくなかったけど。これをつけて。 OK、 変なの。鳥になった気分だ。冗談でしょ。もう無理だわ、チョコレートが食べれない。うわ、これ見たことある。つまんない。今日はこのお菓子を紹介するよ。確かに美味しそう。もらっちゃおう。まずはポテチ。うん、カリカリ。やった、ゲット。すごく美味しいよ。美味しいってもらい。は？おい話せ、なんでそんなに強いんだ。うぎん、返しなさい。ボタンを押してもいい？お願い。ボタン？別にいいけど。それ、マジシャンになった気分。え、これ何？マジシャンなのにこれだけしか出せないの？うん、いいこと思いついた。科学の時間。それ安全？大丈夫じゃない。この液薬を数滴垂らして。ふう、安定してる。わお、マッドサイエンティストみたいだな。それ褒め言葉？次はシリンジに液体を入れる。これで十分。下がってて、面白くなるよ。一滴で OK。 わあ、やった、私天才。ほら見て、すごく大きい。え、そんなことある？おいしそう、羨ましいでしょ。まったく。すごく甘い。絶対に食べてみるべき。ちょうだい。僕だってお菓子を大きくしたい。でもどれくらい使えばいいの？まあいいや、適当で。これくらいかな。入れすぎは禁物。でも大きいお菓子を作りたいし。わお、素晴らしい。恋しちゃった。君は僕のもの。良さそう。イエーイ、大きくなれ。ジェラード、そんなに入れて大丈夫？何か言った？でももう止まらない。大成功。わお、マディソン見て、僕だって天才だよ。え、嘘、そんなのずるい。早く食べてみたい。何かがおかしい。あれ、何かが入ってる。嘘、そんな、どういうこと？なんでこんなことに。科学の裏切り者。かわいそう。ジェラード、これあげる。え、本当に？もちろん、実験は私がやるべきね。わあ、見て。最高。もぐもぐ。え、それ風船。わかってるよ。割ってみよう。
中に何か入ってるかも。ナイスアイディア。うわ、できた。生きてるって感じ。え、これお金？うそ。わあ。ジェラードの番、どれがいいかな。これにしよう。全然割れない。それ、くらえ。想像以上に大変そう。僕弱すぎ。でも諦めない。ヘアピン貸してあげようか。すぐ戻る。ストップ、そのオレンジちょうだい。おい、誰がボスなのか教えないと。オレンジで？うん、自然の風船割り機だから。わあ、ありがとう。割る時間、オレンジの果汁を風船に絞り出す。うまくいくといいな。一体どんな魔術？ジェラード見て。うん、虫？近くで見てみよう。うん、虫だ。わあ、ママ助けて。ふ、これでもう大丈夫。割っていいよ。今度は何が出てくるかな。なんだった？うわ、目ん玉？気持ち悪い。待って、これ本物じゃない。キャンディーだ。本当に？うん、絶対にキャンディー。すごく美味しい。わお、大当たりだね。僕はこの風船を割ってみる。それ。お、何も出てこない。次頑張れ。意地悪だな。うん、イライラする。あ、出てきた。これかわいい。ロリポップだ。おいで。ちょっと何してるの。ピンクは私。え、そんなルールあった？最高に美味しい。どう考えても悲しすぎる。風船はまだあるよ。あれ、どこ行った？わけわからない。ジェラード、大丈夫？放っておいて。双子だ。え、でもちょっといいかも。似合うね。ちょっと、今度は私。しょうがないな。わあ、すごい。ポテチだ。え、一体どういうこと？なんで僕ばかり？マディソンはたくさんあるのに僕は一個だけ？明らかにおかしい。誰か状況を説明して。わお、ポテチの天国。これ好きなの。全部食べちゃうもんね。え、それだけ？こっそり、こっそり。見えるから。試してみたけどダメか。こうなったら。ん？これはミニポテチ？ないよりマシか。あ、やばいかも。もう一回。ダメだ、入らない。ずっと見ていられる。僕いい人なのになんで悪いことが起こるの。落ち着いて。便利なものあるからピンセット貸してあげる。僕にプレゼント？はい。わお、なんてお礼を言えばいいか。わーい、やった。味は美味しいかな。うーん、最高ね。大丈夫でしょ。あ、そうだ、試したいことがあるの。マディソン何してるんだろう。ポテチの雨。ふっふー、もっともっと。すごいな。なくなっちゃった。でも大丈夫、全部食べるから。お腹に入って。さすがに食べ過ぎじゃない？え、なんか言った？飽きるわけなんてない。見ていられない。僕はゆったりした食事が好き。うん、シェフ素晴らしい。これポテチじゃない。わお、ミニコントローラーだ。もういらない。嘘だろ。気をつけよう。小さいから壊れないようにしないと。どうなるかな。わあ。お、楽しそう。ビビー。何が起こってるの。犯人はジェラードね。そうだよ、君の天敵。やめて。やだね。ピー。それはダメ。ショータイム。はあ、ジェラード、なんで。食べ方汚い。それちょうだい。楽しみを邪魔したな。ああ、ポテチ。今日も可愛い。魔法見たい？は？びっくりするよ。ほら、すごくない？はいはい、そうだね。放っておいてくれる？微妙だった？
その帽子かわいい。中身はこれ、神秘的でしょ。ちょっとストップ。でもショーが、食べ物の方が興味ある。このガム美味しそう、早く食べてみたい。僕も。最高だな。ダメ、気を取り直して。いいこと考えた。これ見てて、全部口の中に入れる。世界記録を更新できるかな。これが最後。じゃじゃーん、どう思う？気持ち悪い。僕にとっては褒め言葉。嬉しいんだったらよかった。変なの？頑張ったんだけどな。私にはやらなきゃいけないことがあるの。ケビンに電話とか。え？これってニキビ？最悪。こんな姿見せられない。なんでこんなことに。待って、直せるかも。試してみよう。ガムをボウルの中に入れたらソーダを加える。十分かな。あとは全部混ぜるだけ。マディソン、ぐる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 。これでニキビがなくなるはず。ミキサーを使おう。液体を入れたら特別な材料を加えるの。液体からジェルに変わるんだ。汚れないように蓋を閉めてね。それ。わあ、すごいな。準備 OK。 この特別な型に流し込むよ。全部入れてね。あとは待つだけ。すぐ固まるよ。何が起こっているんだろう。もういいかな。注意しながら剥がすとフェイスマスクの出来上がり。すごく気持ちいい。そうなると思った。効果あったかな。顔がピカピカ、ニキビもない。一生の悪夢だ。私どう？美しいよ。本当にそう思う？うん、後でデートに行かない？あれ、ソーダだ。ああ、私も飲みたいな。っていうか何か食べるものなかったっけ。シリアル？気分じゃない。わあ、すごいな。なんだろう。うわあ、これ美味しそう。ねえ、戸棚にこんなの入ってたよ。サインまで立ててある。書いてある通りにしようか。んじゃ、いただきます。ダメ。そういうの食べるとか勇気ありすぎ。異常なし。なら私も一つ食べようかな。おいしいじゃん。ああ、やったじゃん。フードチャレンジ始まった。どっちが先か決めるわよ。やった。じゃあ私ね。おお、イエローのドリンク。あれ、何かがおかしいわ。ドリンクじゃない、グミだ。あー、すごい。私もちょっと欲しい。お願い。落ち着いて。私もまだ食べてないんだもん。グミグミしてる。おいしい。味気に入った。うらやましい。まだ食べてるな。どれだけかかるのよ。私もお腹すいた。今日は最悪のチャレンジかも。だんだんテンション下がってきた。おいしかった。ほら、おすそ分け。あれ、寝てるの？ああ、こりゃガス欠だ。それなら代わりに開けてあげよう。いいね、小さなキャンディーマシンじゃん。勝手に動かすよ。小さくてかわいい。この燃料なら起きてくれるでしょう。
おお、気分良くなった。やった、キャンディーは最高の燃料。あー、めっちゃハッスルしだした。次は一緒に開けよう。わー、大きな卵だ。すごいな、大きすぎない？こっちは小さな箱の山。小さいのも可愛いわよね。うん、おいしい。小さなメッセージ入りだって。あー、かわいいな、すごくロマンチック。素敵な場所で見る日の入り。よし、私のチョコレートサプライズの番ね。うわ、すごい、これは期待以上。真っ青だ、いい匂いもする。いただきます。うん、ぜー、これチョコじゃない。おお、何の騒ぎ。チョコレートサプライズが超まずかった。発泡スチロールってありえなくない？私の言うことを聞きなさい。はい、命令に従います。奉仕するためにここにいるのです。ちょっと、催眠術は禁止。楽しみたいだけよ。警告したからね。最初のチャレンジはこれ、おいしいデザート。今何か起こった？吸血鬼のせいね。喉が渇いた。材料を用意しなきゃ。何でも準備万端。まずはクッキーから。ベティのために取っておいたの、お皿に並べて。そうそう、粉に変えないと。スマッシュタイム。はいやー、それ。ロックの音楽が聞こえる。ん、今の音、あれ。でも、うん、違うみたい。気のせいかな。アタック、気持ちいい。スプーンを使ってコップの中に粉を入れるの。いちごも乗せたらホイップクリームをトッピング。層が交互になるようにね。わお、素敵。食べてみたい。いちごを乗せてクリームを乗せて。わあ、いいな。ありがとう。それほどでもないわ。これがいいの？すぐ感心するのね。私も負けない。シナモンロールを用意するの。広げたらベーキングトレイに乗せて。こんな感じで広げるの。トレイいっぱいにね。次はイチゴのシロップを上からたっぷりかける。うん、これ私の大好物に似ている。お腹空いてきた。浸すようにするのがポイント。簡単なのに美味しい。わあ、私の仕事はここまで。うん、なんか言った？うわ、嘘でしょ。ほら、起きて。驚いたわ。それ近づけないで。勝者は明らかでしょ。タッチも見せて。頑張ったのはわかるけど、おばあちゃんの作るお菓子大好きなの。だから決めた。おばあちゃんの勝ち。本当に？ベティ、ありがとう。温かいお茶は最高ね。いた、熱すぎる。ストローを使いましょう。待って、次はこれ。麺を作るの、大好物なんだ。なるほど。待って、このお茶変な味がする。ちょうだい、これ使えそう。キャンディーにぴったり。うん、やるわよ。まずはキャンディーを溶かす。あっという間。コップにストローを入れて、溶かしたキャンディーをかけるの。ストローの中に液体が入るように固まるまで待つよ。これで OK。 ストローをお皿に乗せてキャンディーを絞り出す。最高な気分。落ち着く。
吸血鬼にも休憩時間は必要ね。キャンディーのミミズ、クッキーも必要不可欠。うわ、昔ママが作ってくれたのと一緒。もうちょっと動いていたけど、でも嬉しい。ついつい唇を舐めちゃう、うん、一つだけ食べてみるわ。うわ、気持ち悪い。待って、いいことを考えた。緊急事態に備えて麺を持ち歩いているの。必要になることがあるからね。ボウルに入れよ。何かが足りない。いたいた、会いたかった。卵が必要なの、ちょうだい。励ましが必要。頑張って、諦めないで、うん、人間って変。ガキガッカー、やったね。また後で。完璧。ボウルの中で割ったら熱湯を入れる。火を通すためにね。夜間があってよかった。上までかぶせるように。生卵やパリパリした麺はダメ。残りはお茶のために使えそう。待ちながら飲もう。はあ、おいしい。完成したみたい。どう？私は微妙かな。そこのあなた、どっちが勝ち？もうできたの？おばあちゃんのつまらない。それは土？うわー、すごい。今回の勝者は吸血鬼。やっぱりね。気持ち悪い。どのシャンプー使ってる？触らないで。髪の毛が柔らかい。上手にかけた。次のチャレンジは大きくて美しいハンバーガー。そうね、よし。料理本を見てみましょう。どこかにレシピがあるはず。見つからない。眠くなってきた。寝るのが早い。棺桶さえないのに。どうしよう、困ったな。待って、牙。なんでもっと早く思いつかなかったんだろう。まな板の上にチーズを乗せたら、小さな三角形を切り取るの。丁寧にね。同じ大きさにしたいから。完璧。私の牙に似ている。ハンバーガーを作るよ。最高。私にぴったりなバーガー。ああ、そういえば、いい感じ。最後にもう一つ、これが必要。本当はこんなことしたくないけど。うわ、今回も大成功。目ん玉を串に刺したら、パンの上に刺す。モンスターバーガーの出来上がり。かわいい。食べるのもったいない。そこの子、完成したわ。うわー、すごい、気に入った。あれ、ここはどこ？あ、ハンバーガー。手伝ってもらおう。お寿司？違う。ああ、あった、これこれ。ズルしちゃおう。速達便。秘密にしておいてね。誰にもバレるわけない。私全部見たんだけど。な、何の話？おばあちゃん、ダメでしょ。怖い吸血鬼の勝ち。当たり前。一つ食べてみて。いや、こんなに美味しいのに。巨大な雲は？あら、美味しそう。まだチャレンジ中だよ。集中して。今度はサンドイッチを作るの。でも雲が。いいこと考えた。コソ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 。雲、頼んだわよ。失敗したら許さないから。戻ってきた。ナイス。どうもありがとう。食べなくてよかった。でも後で気が変わるかも。雲を使うなんてずるい。だから別にいいでしょ。サンドイッチを作るわよ。チーズを敷いたら上に美味しいお肉を乗せる。今のところ普通ね。そんなことないわ。隠し味。唐辛子？激辛にしちゃう。ダメダメダメ。これで完璧。切るわよ。棺桶のような形にするの。仕上げはこれ。じゃじゃーん、美しいでしょ。近づけないで。まったくもう。私の作り方を見せてあげる。簡単だからね。
まずはパンにバターを塗る。たっぷりね。チーズを追加したら完成。シンプルなのに美味しい。待って、冒険したい気分。チーズをもっと。やりすぎなんてない。これこそがサンドイッチ。ここまで。それとも、もっともっと。いくらでも積み重ねられる。後で友達に話さないと。チーズだらけのサンドイッチタワー、オーブンの中に入れればベタベタして美味しくなる。ベティも気に入るはず。まさに芸術作品。半分に切ろう。中はどうかな。これこれ。それだけ？全然普通。失礼ね。絶対に美味しいはず。どうかしら。チーズがいっぱい。微妙。やりすぎね。こっちのサンドイッチは？聞かなければよかった。それって唐辛子？うわ、火がついちゃいそう。今回の勝者はなし。残念ね。はい、握手。友達。毒を持って毒を制す。まずは顔を真っ白くするとこからだ。眉毛もな。お次は黒のラインを描いていくんだ。生え際も描こう。もともと黒髪だから楽ちん。眉毛も忘れずに。次は目だな。赤く塗るとくぼんで見える。黒を足してどんよりとさせて、シワも描き込むぞ。何百歳って顔を作っていかなきゃならない。紫を使って影を強調だ。ほら、うまくいった。頬もこけさせて、顎は割れてないとな。血の通った肌は見せちゃダメだ。黒は多い方がいい。お次は肌。生き血をすすったばかりな風に。でもこれ全部メイク。吸血鬼の王の完成。じゃ、授業でね。あれ、暗くなった？誰も見えない。なんだろう、故障？まあいっか、ただの停電よね。今の何？誰よそこにいるのは？あれはメモ？ミステリアスだな。だんだん怖くなってきた。読んだ方がいいかしら？てか誰やって？カードだ。後ろを向き、やばそう。後ろ、うわ、あれは、あれは。俺様はドラキュラだ。おい。にゃーネットでメイク動画見まくって正解だったぜ。今日もまた映画。ブライアンの家っていうのがな。彼ずっとうるさいのよ。音量を上げよう。まだ聞こえる。もっとだ。あら、これで最大。おや、なんだ、おかわり持ってこなきゃな。ちょい待ち。ちょいと待っててって意味な。一生戻ってほしくない。あいつずっと喋ってるぞ。一生噛んで黙らせるか。クロエ、それだ。それで俺を噛むんだよ。いいの？やった。待った待った、マジでじゃなくて。なんだ。
油紙を用意してグルーガンで傷の形を描きましょう。これを2つ作ったら避けて乾かします。特殊メイク用の糊を使ってできた形を貼り付けます。スポンジを使ってお肌の色になじませましょう。真ん中の穴はアイライナーで黒く、その上に赤いメイクを加えます。偽物の血を垂らすとうわーリアル。赤を使って歯型の周りに点を増やします。血しぶきに見えるように。おやつ見つけた。あれデイビッド、クロエにおやつにされちゃったの。にゃーん、今逃げますので。わはは、大成功に。ナイスだぜ。おや、お二人さんでデート中ですね。膝の上のそれ何？俺に？なんだろう。あー嬉しいよ。僕からもお返しが。記念日覚えててくれたんだ。おっしょー、吸血鬼的に全然笑えないけど。おっと電話来ちゃった。都合良すぎ。ニンニクに、それならドッキリに使ってやる。ニンニクを一つ、そこに串を突き刺します。たっぷりのチョコを溶かしてしっかりディップします。もうニンニクには見えませんね。ウェイターさん、後でこれ持ってきてくださる？ごめん仕事の電話。ご注文のチョコレートです。頼んでないけど。でもチョコならもらっちゃおうか。よし、かかった。大きく一口どうぞ。これニンニクか。水水。うーわ味最悪。記念日おめでとう。お前は関係ないやろ。あーお会計持ってきます。あブライアンだ。カフェで会いましょう。なら着替えよう。レザーのジャケット似合わないわけがないわ。あーそうか、鏡に映らないんだ。吸血鬼も楽じゃないわね。たまに人間になりたい。ねえデイビッド、この格好どう？あー微妙。微妙か。でも遊びに行くのに微妙はやだな。ならメイクすればいい。あなたが私にメイクを。いいよ。君はあまりメイクしないからさ、これくらいでどうだ。いや素敵だよ、ゴージャスってやつだ。いいってことよ。楽しんでこいよ。さて待ち合わせだけど、おっと誰も見てないな。戻ってこい。やあブライアン、私よ。クロエ、クロエだな。遅れちゃった。うげ、確かにクロエだけど、そのえ、ごめん電話だ。ああオッケー。あれとか言って帰った。歯になんか挟まってた。カメラにも映らんのかい。くそー。あはは。つまらない。ふう、そうだ先生起こしちゃおう。カラオケでね。
え、うわ、最悪すぎる。シャラン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 。ダメ。アシュリー、ストップ。下手くそ。耳が痛い。アシュリー、本気でやばい。もう終わりにしてくれる？まだ寝てる？学校なんて行きたくない。私の歌気に入ってもらえなかったみたい。わーいー、音痴にも程がある。まだだね。大変だ。それラララララ。ちょっと座って、どうにかしないと。すぐ戻る。まだ歌ってる。もうこうするしかない。パラパラパーン、ランララン。うるさすぎる。もう限界。死者も目覚めちゃうよ。終わったら起こして。みんな最高。うるさい。終わりってば。ちょっと待って、いいこと思いついた。試すが勝ち。トイレットペーパーを使うの。芯を二つに切ったら、一つを手に取って、端っこにテープをつける。一周ぐるっとね。いい感じ。次は切り込みを入れるよ。等間隔にね。こんな感じ。もう片方の手に、芯をくっつける。コンシーラーを使うよ。チューブに乗せて、ブラシでしっかりなじませる。テープとチューブをカバーするようにね。全部きれいに。手と爪も同じように塗るよ。次はパウダー。薄く塗れば OK。 肌の色を少しだけ明るくするの。いい感じ。次はアイライナー。手に細い線を描く。傷を再現するよ。爪も黒くしてね。指にも傷を作る。わお、いい感じ。それに奇妙。これこそがまさに悪夢。アシュリーを黙らせなきゃ。まずは電気を消す。ん？何が起こったの？ミンディ、そこにいる？一体誰？怖いんだけど。私に近づかないで。どこにいるの？待って、今のは何？誰かに触られてる？もしかして後ろ？あれ？何もない。変なの。ただの気のせいかな。怖すぎる。電気がいきなり消えて誰かに掴まれたの。それは奇妙だね。待って、これでどう？ふう、ミンディありがとう。安心した。嘘嘘、そんな本物なの？そうみたいね。ああ！え、何？落ち着いて、私の手よ。ほーら、心配する必要なし。何が起こったの？え？ミンディ？あ、先生起きた。説明しなさい。私じゃないよ。正体は手。大丈夫？わお、それは痛い。新しいドレスを買ったの。似合うと思う。あ、先生来た。おはよう。今日は私の誕生日なの。これは何かしら。早く開けたい。先生誕生日なの？プレゼント買ってない。別にいいんじゃない。何かあげなきゃ。そうだ、カバンの中を探してみよう。ラバーダックはあげられない。どれも全然ダメ。何もないや。そんなに簡単に諦めるの？はあ、私も見てみよう。良さそうなのあるかも。ゴミ袋持ち歩いてるの？あ、なるほど。虫好きだと思う？まさか。アシュリーには見せられない。クマさん好きなんだよね。で、なんだっけ？なんでもない。大丈夫、私に任せて。もしもし？大したことじゃないのに。どうもありがとう。わー、早い。すごくいい匂いがする。鼻？だって綺麗じゃない？ほら、嗅いでみて。私、鼻嫌い。じゃなくて、アレルギーなの。いいこと思いついた。手のひらに絵を描くの。鼻のね。
葉っぱと花びらに指を描く。背景を黒くすることが重要。特別な作品になるからね。できたら色を埋めていく。黒い絵の具でしっかりとね。他の色も使うよ。花びらにはシルバー系の白、目立つからね。葉っぱには明るい緑色、他の色合いも使ってコントラストを作るよ。あとは最後にディテールのみ。花びらのディテールを描いたらアウトラインも加える。これでよし。うまくできた。私って感じ。アシュリー、これどう？花好きでしょ？え、それ自分で描いたの？うん、いい感じだと思わない？先生に見せよう。先生？はい、何？プレゼントがあるの。本当に？私に？優しいのね。私もあるよ。わお、美しい。そんなの見たことない。うん、待って、写真を撮らせて。すごく素敵。わお、気に入ったって。最高の誕生日ね。花の水やりはすごく大切。新しい髪型にしたいんだけどどう思う？なんで私に聞くの？黒でいいじゃん。金髪に染めてみたら？それはない。ね、何かやることない？うん、そうね、ああ、そうだ。魔法はどう？テントウムシ、かわいいわよ。それ。わお、見て。すごい。ディズニープリンセスになった気分。わお、ありがとう。ミンディはどうかしら？そうね。これなら気に入るはず。待って、近づかないで。ちょっと。近い。ここにいていいよ。え、何が起こってるの？こんなの初めて。あらら、カラフル？ダメ、絶対に嫌。あっちに行って。わあ、蝶々大好き。テンション上がる。ふう、危なかった。でもまだ何もない。そうだ、テントウムシを使おう。怖がらないで。ここに置くよ。そうそう、ポーズ。いいね。まずは三角を描く。線を追加したら丸で囲むよ。頭とアンテナを追加して、テントウムシといえばドット。黒く塗りつぶしたら完璧。ここから赤を使うの。ドットの周りを塗る。丁寧にね。赤がすごく明るい。中は黄色く塗って、これで完成。テントウムシ、いい感じ。どう思う？上手でしょ？わお、本当にそっくり。ミンディ素晴らしいわね。見直したわ。今日からお友達。あの、アシュリー、おーい。え、何？ああ、ちょっと待って。ハートを描いたら、そこから線を外側に引くの。これは羽。赤く塗ったら完成。できた。可愛いでしょ？アシュリー、ナイス。二人とも本当に素晴らしい生徒だわ。そのテントウムシも可愛い。さて、何が始まるのかな？あ、ハンドだ。何か準備してくれてるみたい。ポップイット？うわ、ナイスキャッチ。私には？やった、よし、パス。やん、私のハート、かわいい。うげ、何これ、チョコ？やった、私もゲットしたよ。最高。あ、どうしたらいいかわかった。チョコ系お菓子って微妙。あばよ、チョコ。目玉組、こっちの方が断然おいしいでしょう。鮮やかな色は難点だけど、恐竜を用意したんだ。雲を並べていこう。雲だけじゃ物足りないから、ミミズはどう？ミミズ、雲、恐竜、女子の夢が詰まってるね。うわ、素敵な青色、綺麗。ここに入れて。いい感じ、ぴったりだね。次はチョコが必要なんだ。チョコがジョームにどんどん流れ込んでる。
さて次にチョコをお菓子の上から流し込もう。今すぐ食べたいくらい。いい感じにポップイットに流し込めたね。さてここで目玉グミを投入しよう。ぷにょぷにょかつもきもき。クモとミミズの上から押し付けてと。少しチョコを加えた方がいいかな。おろし金っていいよね。狂気って感じ。チョコを全部おろしていこう。チョコってまさにゴスバンの雪の結晶だね。いいじゃん。さてお客様、お手入れを始めますね。まずは爪の形を整えます。ラベンダー色が肌の色にお似合いになりますよ。さてライトのところに移動して乾かしましょう。うん、使えるものはないかな。ああそうだ、このライトチョコを溶かすのに使えんじゃん。高温設定にして。全部溶かすのにそんなに時間はかからないっしょ。全部溶けたんじゃないかな。よし、恐竜チョコの準備は OK。 実に醜い、最高。けど恐竜に見えないのは残念だね。思い描いてたのと違う。ハンド見て、ハートチョコが完成したよ。ほらポップイットから出してあげるね。出来上がり。はあ、ハンドがすでに勝者を発表してる。マジ許せない。もうマニキュア台無しにしちゃうなんてひどい。判定を覆すわけ。マジ。どう考えても私のがいいからでしょ。いやー、かわいい、信じらんない。ほら見えた、すごくない。ガチで運動してる。装備まで揃えちゃって。うん、そうだ、お腹すいたから電話させてもらうよ。はい、今すぐ食事の配達をよろしく。失礼します、フライドチキンのお届け物です。どうも。十分な衣と揚げ具合だね。あんまり食欲そそられないけど。超美味しそうな匂い。あれ、ドーナツ。まあ美味しそうだけど、フライドチキンにはかなわないよね。交換する。うん、ぜひ。やった、フライドチキン大好き。ドーナツの方がチキンより断然いいでしょ。この色はどうにかしないとね。よし、ゴスドーナツにして大正解。私の魂のごとく漆黒。さて早速いただこうか。はぁ、しょっぱ美味しいチキン。しょっぱいものに合うといえばさ、甘いものだよね。チョコファウンテンのチョコとかぴったり。うわ、これ絶対美味しいっしょ。おいでチキン。チキンうまし、最高。悪くない食事だね。魂にしみるよ。もう一ついっちゃおうかな。チョコとドーナツの相性を疑う人なんていないよね。あん、チョコを足したらより美味しい。チキンに伸びる手が止まらない。うわぁ、自制心のかけらもない。チキンの骨で作った恐竜だよ。ハンドはまだ運動中みたい。ハンド、これどうかな。あれ、ああ、今度はウェイトを上げてるのかな。あと何回やらないといけないんだろう。うわぁ、やった、完全勝利。やっぱりね。どういうこと、ハンドの判定はどうなってんの。2連続で私以外を勝者に選ぶなんて。前回は脅しで決定を覆してくれたよね。残るドーナツはあと1つ。また怖がらせてやろう。くらえ。よし、再び命中。あとは待つだけっと。まあまだドーナツが残ってるからいっか。私の勝利、私最高。勝った勝った、チキン王者。わあ、パーティーは大盛り上がりだね。曲も最高。ああ、音楽と踊る手がどうしたの。退屈、正直飽きてきちゃったよ。うわ、パーティーの風船が飛んできた。いいね。わ、私も風船ゲットしちゃった。風船大好き。ありがとうハンド。何がそんなにいいわけ。ただの風船じゃん、何の意味があるの。何の意味があるかって、風船をチョコファウンテンに使うんだよ。風船がチョコでコーティングされてるでしょ。ああ、なるほど、悪くないじゃん。でもさ、私がもし風船の一つをこうしたらどうなるかな。大成功、顔中チョコまみれだよ。もうどうでもいいよ、ただのチョコなんだし。もっとかけ合った。うわ、よさげだね。ちょっと、何度もしなくたっていいじゃん。そんなことないよ、だって面白いもん。ああ、持ってた風船全部割っちゃったみたい、残念。ああ、いいこと思いついた。
風船ガムテープを用意したんだ。ガムを少しちぎって。これで十分かな。よく噛んで形を変えやすくするよ。このくらいで OK。 さてガムで風船を作るぞ。うわー、いつから風船ガムが得意になったの。よし、風船ガムの風船が完成。そしたらこれをチョコファウンテンに投入。天才、超賢いアイディアだね。自分が天才なのは分かってる。うん、チョコが手に垂れてくる。タレを阻止するためにはチョコを乾かさないと。乾くまで息を吹きかけるつもり？うん、乾いたら風船ガムに穴を開けてしぼませるんだ。次のステップは目玉グミ。風船で作ったチョコボールの中に目玉を入れていくよ。おゆき、さて目玉グミだけだと思ったら大間違い。キットカットも用意したんだ。キットカットを割ってボールの中に入れていくよ。一つだけじゃ物足りないよね。もう一つ入れちゃおう。目玉グミとチョコバーがてんこ盛りのチョコボール。こういうのを目指してたんだ。大成功だね。うわー、美味しそうだね。最高の出来じゃん。でしょ、ハンドも同感だって。勝者は私。うわー、ハンド全員が拍手してる。おめでとうって。そっか、ハグは NG ね。了解。うん、ハンドったらお昼寝なんて可愛い。わ、起きた。ハンド、よく眠れた？うわ、見て、次のお題は朝食みたい。はあ、朝食、マジ？朝食とか一日で最悪の食事じゃん。私はいつものにしよう。目玉グミ。うん、朝食の王様って感じ。プニプニだし、いつも見守ってくれるんだ。最高。真ん中に竹串をぶっ刺すか。いいね。目玉に奥までズブズブ入っていく感じ。完璧。これをチョコファウンテンに入れるんだ。目玉全体にチョコが行き渡るようにして、チョコがまんべんなく広がるように回そう。よし、これこそ朝食にふさわしい目玉だね。ん？何の音？たく、また目玉の悲鳴か。もう。なんであんなキモいの食べてるんだろう。今度は何？うわ、まばたきしてる。わかったって、そんな目で見ないでよ。目玉に話しかけてるんですけど、ますますやばいやつじゃん。あっちが目玉なら私は朝食に何を食べようかな。おう、思いついた。まず髪の毛に取り掛かろう。ハサミ持って何するつもりだろう。よし、来た。チョキチョキチョキ。少し切り落として。どうやって髪をあれに。よし、思い描いてた通り。さて、もう一つ必要だね。赤髪でいいかな。あともう数個作ろう。綺麗な色、上出来じゃん。さて、フライパンに油を敷いていくね。パンの片面を調理したらひっくり返そう。小さな犬の足跡をパンに挟んで。よし、見て、狙い通りに溶けたよ。匂いも見た目も最高。楽しみだな。食べやすいように半分にするね。うわぁ、のびのびだ。我慢できない。変な料理作ってどういうつもり？ここでもちろんパンはチョコレートに投入するんだ。チョコは朝食にぴったりの調味料だよね。期待を超えた美味しさ。わあ、まあよかったね。まあね、めっちゃ美味しい。羨ましがっても無駄だよ。私史上最高の朝食だったね。いや、見て、ハンドは私が朝食チャレンジの勝者だってさ。そうみたいだね。もうどうでもいいし。開けてみる。高そう。サイズ合うかな。確かにいいかも。デザインもいい感じ。どれどれ。おお、すごい。これは、あれ、消えた。本物なの？自分の目を疑っちゃう。ハンバーガー戻ってきて。マヨネーズたっぷりでね。匂いも美味しそう。食べちゃおう。どうやってかじればいい？角度を変えるとか。ちょっと独り占めしないでよ。ちょうだい。わあ、どこに消えちゃったの？髪の毛が。こんなに食べられない。メガネを外したらやっぱりない。
待って、私から。了解。それ、かわいい。ピンク色のバラ、大好きなの。誰からかな。もしかして王子様、愛の告白だったりして、一生幸せになれちゃうかも。やりやり。私のは、わお、くし。しかも黒。髪の毛サラサラにしてあげる。でやり。こんなに長かったっけ。髪の毛が伸びた。このくし、魔法みたい。お姫様、君だね。花束いただき、どうぞ。私の王子様じゃないの。ラブラブなんて信じられない。こうなったら。あれ、髪の毛どうなっちゃったの。ひひ、食べちゃった。許さない。ちょっと、全部食べてやる。次は…ダメよ。今度は私が先。でかいスイカ。でも包丁すらないのに。どうやって食べるの。そうだ、包丁なんていらない。怒りのパワーがあれば十分。フルーツなんて割ってやる。うそ。いけ。終わった。なんか変じゃない。中が黒い。世界一好きな色。よし、完璧なサイズ。味もいけるはず。いただきます。私だって。偽物よね。触らないで、私のよ。こっちにおいで。大丈夫、怖くない。意外と美味しいかも。これいける。何が起きちゃったの。今なんか変。もういらない。今日紹介した料理を試してみたいですか。お友達と一緒にクッキングチャレンジをして、あなたの味覚を試してみよう。チャンネル登録と動画の共有もよろしくね。